本項目は、在任期間別にまとめたアメリカ合衆国の大統領の一覧である。大統領の任期4年は3回の平年と1回のウルード氏を合わせて1461日となる。歴日数で計算する場合は、非連続の2期であるグロバー・クリーブランド以外の全員が1日、クリーブランドのみが2日多くなる。1789年以来、44人の アメリカ合衆国大統領が誕生している。歴代大統領のうち4人が任期途中で自然死し、4人が暗殺され、1人が辞任している。歴代で在任期間が最も短いのはウィリアム・ヘンリー・ハリソン、最も長いのはフランクリン・ディ・ルーズベルトである。またルーズベルトは唯一3期以上を務めたアメリカ大統領である。1951年に 憲法修正第22条が批准されたことで、大統領の3期目を目指すことが不可能となり、また前任者の途中退任に伴い昇格して2年以上、大統領を務めた場合もその後は1期までとなった。修正条項批准当時に現職であったハリー、S ・エストルーマンは、この制限には含まれておらず、時代のドワイト・ディ・アイゼンハワーよりこれが適用された。ありがとうございます。